はよう。なんかすごい下からアングルですごい嫌だ。朝です。今日は北海道公園、イエーイ。なんか、あ、でもこれは別の話の時にしよう。なんでもない。そう、あのね、もう北海道にいるんですけど、行きたいお店がまだやってないので、ちょっと配信しようかな。ホタテ屋さんじゃないですよ。ホタテ、朝からホタテはで食べたいけどね。食べたいけどね、もちろん。スタバはだいたい朝7時とかからやってるんで、多分やってます、もうすでにこの時間。早すぎ。いや、まあ朝からホタテ大丈夫なんですけど、全然大丈夫なんですけど、食べたいけど全然余裕。あ、お腹なっちゃう。あ、そうだ、みんなに、うわ、北海道だって思ってもらえるものを紹介します。一個、待って、朝から海鮮丼ありかも。それはじゃーん、こちら、ちゃんとハルピョン北海道にいます。ソフトカツゲン、カツゲンですね。まあカツゲンってよく言うから買ってみたみたいな感じなんですけど、何の味なんですか。何の味なの。ピルクルみたいな味？そう。カツゲンをゲットしました。でもちょっと私は乳酸菌飲料をいっぱい飲みすぎるとお腹が痛くなってしまうので、はい、これは普通にお家に帰って飲みたいと思います。そうなんですよ。でも美味しそうなので、見て、札幌って書いてある、すごい。冷やします、ちゃんと。はよう。今日で出張公演最後なんですよ。めっちゃなんか悲しい。うん、けど、
どうしよう、どっちに行くか迷ってて、行きたいお店どっちに行くか迷ってて、活言なんちゃら結構するからキャリーには入れない。なんちゃらって何、膨張、え、キャリーに入れちゃダメなの、匂いどういうこと、開けた時ってこと、こいつ自体は別に、てかいっぱい行きたいところある、めっちゃ迷ってます。今自由時間はないですよ全然、けどその行きたいところの量が多すぎてちょっとどうしようって感じ今。うわー、ありがとうございます、マジでありがとうございます、マジマネージャーさんに感謝。しかもめっちゃ綺麗に撮ってくれてる。いや、なんかてか今日来る人いるの？北海道札幌行くよ今日行くよって人いますか？小山、小山は来ないです今練馬、あそっから、なるほどね、今練馬でしょ、そっから羽田空港行って、新千歳空港で降りて札幌、あオッケーオッケーオッケーえぐいって言われてる。え、練馬から羽田って遠いんですか？知らなすぎる。え、札幌ピョンズゼロの説。え、山形でピョンズ全員出払った？あらまあ。さすが感覚わからなすぎ。はい。全然わかんない。東京って何？まず練馬が東京のどこにあるかもわからない、羽田空港が東京のどこにあるかもわからないです。はい、今は Google マップという優れた便利なアイテムがあるので、というかまあ最悪私が行ける場所はもう本当に事務所とかとちゃんと仕事場に行ければいいって話じゃないですか。だからそんな東京を1から100まで全部知らなくても生きていけるんですよ。
何かあって困ったら事務所に行けばいい話なので。はい。全然知らないです。昨日お供してくれたロイボスティー、おいしい。行きたいところ、どっち行こうかな。まあでも ここでいいやっていうか、でもここも美味しそう。ちょっと歩く。迷うな。まあ明後日何もないから。いやあるわ。あ違う、その明日か。明日何もないから。バカみたいに今日の夜食べまくってもいいんですよ。だから深夜とかに深夜に全然食べまくってもいいから、どっちも行きたいっていうこともできる、ワンちゃん。個人的に延泊、いや新幹線だったらね延泊してるんですけど、飛行機なので、そう、新幹線だったら絶対延泊してます。しかも週末じゃないですか、だから無理ですよね。締めパフェ食べて、ねえびっくりしたんだけど、パフェって2000円もすんの。なんか昨日締めパフェみたいな話してて、何締めパフェと思って、なんか締めに食べるパフェのことを締めパフェっていうらしくて、そうなんだ、へえと思って見てたんですよ。そしたら1800円、2500円。ちょっとびっくりしちゃった。ぴょんビビった。なんか太った？いや、いいの。今日明日まではいいって決めたんです。食べていい日って。明後日から2月20日に向けて痩せます。目標は
3ヶ月でどれぐらいが一番健康的に痩せている痩せていった人っていうあれですか。なんかすごい病的には痩せたくなくて、そのドボンの時にめちゃめちゃいい状態に持っていきたいんですよ。だからドボンの時になんかねなんか体重は減ったけど可愛くない痩せ方はしたくなくて、それを聞きたい。3ヶ月でどれぐらい体重を落とすのが一番綺麗な痩せ方ですかそれによって目標値変えるじゃん。1、2キロ1ヶ月1、2キロどっち。いやでも目標は3キロ痩せたい3ヶ月で、だからまあ1ヶ月1、2キロでもこっから先肌寒くなって気温が低くなって体温が低くなっていく時期だと思うので、痩せるのって結構むずいと思うんですよ。私って本当に元から全然痩せない体質の人間なのにそう、冬に痩せようとしてる時点で間違っているんですけど、まあでもまだ全然決まってないんですけど、こっから先きっと公演のリハ、新公演のリハがあると信じて新公演の子供たちの声聞こえる。元の体重の10-15%ぐらいが理想。それは1ヶ月でですか？3ヶ月で？あ、3ヶ月。今日食べ過ぎて2キロくらい増えるんじゃない？じゃあ5キロ痩せます、はい、お腹鳴ってる。この後食べに行くから待っててねちょっと3ヶ月本気で3ヶ月本気でなんか自分を変える月にしたくて、最近あの私の中でのこの人になりたいっていうのがいっぱいいるんですけど、私の中でこの人になりたい、この人になりたいっていう目標のなんか人たちをいっぱいいるんですけど、でもその人がめちゃめちゃ美容がすごくすごいすごい人なんですね、私が。でもそれもあってその人になりたいって思ってるかも。なんか美容がめっちゃすごすぎて、なんかそうやって自分のなんか顔とかに意識をも持てる人になりたいっていう目標。でも
しんどくない我慢はしたくなくて、しんどい我慢はしたくないので、いや3ヶ月ぐらい頑張れよって感じなんですけど、しんどい我慢はしたくないので、あめっちゃお腹鳴ってる。あとりあえず3ヶ月頑張りたいです。めっちゃツヤツヤでしょ今日。昨日ちょっとヘアケア頑張っちゃってみた。そろそろ そう、ただもちろんあのなんか人とご飯に行ったり、まあしないんだけどほとんどしないんだけど、そうでも人とご飯に行ったりするのはなんかちゃんとなんていうの考えないというかなんていうんですか、ダイエットしてるからとかっていうのは考えないでおこうと思って、けどまあ行くことないんでほとんどはい、お腹すいた。今日朝6時半とかにまず起きて、もう一回寝たよねで9時半とかにまた起きてツイートしました。9時半じゃないか8時半かにまた起きてツイートした。でもどっちもアラームなしで起きてます。めっちゃお腹鳴ったね、恥ずかしい。いやでもなんか食べたいんですけど何もないんですよねそう、しかもこの後食べるし、ちゃんとしかない。マジで。フリスクと活言しかない。昨日はあの10月から始めた日記をなんとか、待って天気書こうと思ってたのに天気書くの3日で終わってる。でもちゃんと。ちゃんと書いてるんです。偉くないですか。天気は3日坊主してるけどまあ天気はいいや。ちゃんとThank you.
しげさん野球ボールありがとう。いやなるべく綺麗な字で書こうと意識はしてるんですけど、やっぱ何行分あのこれくらい書いてるんですよ、この上のこれくらい。そうだからどんどん書いてたら手が疲れてきちゃう。あちゃこちゃんハロウィンクマさんありがとう。そうそれでどんどんね字汚くなりますね。まあもちろんね、なんかもう今日は疲れた、めんどくさい、書くのやだってなる時もあるんですけど、そうなってもちゃんと別の日に書けるようにしてます。どんなことが書いてあるの？言えません。だって日記ってそういうもんじゃん。でもなんかこの人がどうだったとかそういうことじゃないですよ。なんて言うんだろう。そういうことは書いてないです別に。拾われてもちゃんと大丈夫なノートです。まあ半年かけるものなので、あれ1年だっけ、1年かも。最後の方にはねデスノートになってたらごめんなさいって感じ。なるわけないでしょ。ちゃんと最初から最後まで拾われても大丈夫なノートを作ってます。大人なんで発表ももう、はい、そんな感じかな。ちょっと行こうと思っているご飯屋さんいっぱい調べよう。本当にどっちに行くかちゃんと決めます。今から今日の夜は多分配信なし、あの暴飲暴食してると思う。うん、分かんないけど、そうちょっとね山形の時にね、山形の前からねちょっと秋バテしてて、多分そうなんですよ。でそのツケみたいなのが山形で回ってきちゃって、山形マジで本当にもう死にかけだったので、北海道は、でも北海道はちゃんと
元気な状態で今ここにいるので、今日は大丈夫かなと思います。水分だけちゃんととって気をつけます。寒さは分かんないんだよねそう、でもなんか昨日の夜なんか周りを見てたら、みんなすごいあったかそうな、なんかジャンパーダウンみたいな北海道の人たちがね着てて、えってなりましたえって私こんな格好なんだけどみたいな、上着も一枚も着ずにそう、まあ、もちろんあの暖かめの分厚めのねロンティーっていうか、まあトレーナーでいたんですけど、えそんなにみたいなぐらいみんな着ててびっくりしました、はい、ということで、それでは私はこんな感じで、そう、このこれも激薄なんですよ本当に。なんかもともとはパジャマ用のジャージとして買ったんですけど、なんかブカッと、最近はブカッとしたトレー、え、裏肝を持ってこようと思ったの、でもさすがに暑いかと思ってやめたんです。裏肝でもよかったかも最近はブカッとしたパーカーをいっぱい探してます。こういうチャック付きのこういうやつ、なんか最近っていうか、ずっとそのレッスンの時、基本的にはその半袖の上にこういうパーカーを着て生きているんですけど、で暑くなったら半袖になるっていうのをしてるんですけど、そう、でもこれまでずっと着てたやつが、GU の3カットパーカーみたいなやつを着てたのね。でももう3カット終わるから、そう、その子たちももう一旦ねバイバイかなみたいな感じだから、今すごくパーカー探しの旅に出ています。出てないけど、全然全然出てないけど、薄着に見えてあったかい的なハルピョンが大好きだけど、だって、あ、薄着に見えて薄着です。風邪ひかないように頑張ります。ということで、それではランキング読む。1位あちゃこ、あと今日誕生日なのに北海道行けない、え、誕生日なの、でもいいんだよ、そんな大事な日は自分のために一日使ってくれそう、あ、もちろんね、その推しと会うことが自分のためだよっていうのもあるとは思うけど、後悔せず自分のために全力で生きてください。お誕生日おめでとう。2位アシュラーとニセコナウ、ニセコ藤原のみーさんか
今のつけのつけ根が出てきちゃった。3位ゆたぱぱ0073ありがとうございます。4位あきら8523ありがとうございます。5位バージョン R さんありがとうございます。6位コニタイミズさんありがとうございます。7位サウロンさんありがとうございます。8位0056さんありがとうございます。9位かずしげさんありがとうございます。アットビバこれさ なんでさごめんなさいね、なんかさタップしたらさ全部見れる人とさあなんか配信してる人が見れないみたいな話昔もした気がする。そうなんか本文読めなくなるんだよね、名前全部ビバまでしか読めない。あの多分はいこっちの携帯でこうやってランキング見たら見るのかもしれない。こっちだと見れなくなっちゃうかな。ビバしか見れない10位ベベモンさんありがとうございます。11位 YSA73 さんありがとうございます。12位マックミックさんありがとうございます。13位アルバンさんありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。今日の北海道公演全力で頑張って最後出張公演ありがとうっていうのを伝えてそのパフォーマンスで届けていきたいと思います。それではまた明日は夜かな配信。あ、うん、もしかしたら行かない旅見るかもしれないって気持ちかもしれない、ちょっとわからないじゃあね、ありがとう、バイバイ、おやすみ、おやすみではないか、バイバイ、いってらっしゃい、行ってきます、どこ行くか考えます。